はい、株式会社龍谷の田中と申します。営業の方を担当しています。弊社はですね、食品を全般に扱う、物流会社で、特にですね、夕方から朝方にかけては量販関係ですとか市場関係の、食材の搬入と、で明け方から日中配に関しては外食関係の店舗の配送をしています。私どもの会社がですね、埼玉の川口にありますので、埼玉県を中心にした北関東方面の、エリア配送という形で、日々行っております。そうですね、うちどももですね、多種多様のですね、商品を扱っているものですから、一応来るものはこの後という形のもので、エリアを特化しているものですから、生鮮貨物から加工品までそういった全般的な商品を扱っているので、食に関するものであれば何でも運びます。はい、そうですね、だいぶここに来てやはり免許制度の規制が入っているので年齢層がかなり上がってきてますね。そういった意味でもやはり、そこはそこでチャンネル的な部分が、本当に60歳以上の方でもできるようなコースですとか、そういうものをやっぱ取り組んでいかないと、ここからのやっぱり物流会社なかなか厳しい部分、やっぱりそういった部分で今回ね、募集もお願いしているわけですから、そういうチャンネルも増やしながら、なおかつフレッシュな人間、若い人の世代をですね、入れていかないと、なかなか会社って活性化しないんじゃないかなと、こう考えております。そうですね、うちどもも1979年かな、創業になるんで、もう35、6年経ちます。そうなってくるとやはり内部的な部分もですね、停滞期に入っているので、少しここで若いスタッフを入れてですね、活性化、そういうのをちょっと図りたいなと思っております。そうですね、基本的には食を扱う会社のものですから、まず第一に身なりですかね、清潔感、どうしても納品先になりますと、納品先のお客様、届け先の人と接するわけですから、そういった意味でのやはり、清潔感っていうのが一番かなと、こう考えております。基本的にはうちの方もある程度利益体質はどこの会社も一緒だと思うんですけども、最終やはり、勤めてもらうっていうのは、個々の生活がかかってるわけですから、その生活基盤をですね、いかに、私たちスタッフがですね、支えていくかで、利益を上げることによって、各従業員さんの方にですね、どんだけやはり、還元できるか、そういった部分がやはりうちどもの、会社としての使命っていうふうな考えでおるんでね、長いスパンで、共に会社の利益を上げながら自分たちに、いかに還元していくか、そういった部分を、うちどもに求めてもらえれば、ありがたいなと思っております。どちらかというと、ざらに言う、イケイケの会社というよりも少し落ち着いた会社になっておりますので、じっくりですね、勤めてもらいたいと、長く勤めることによって、弊社のいろんな意味でいい部分、そこを感じ取ってもらえればなと考えております。株式会社龍谷の営業を担当しています吉田と申します。雰囲気はそうですね、明るいですよね。それが、自慢なりしアピールにもなるかなと思います。いい意味で目線がドライバーさんにはこう合わせていただけるというか、下のものも働きやすくで、縛られることはないですけども、やっぱりこう社会人としてしっかりとした人はこう締めるとこう締める、緩めるとこ緩める、そういうような会社だと思います。
そうですね、今後免許が、今だいぶ制限されちゃってますよね。それでできる範囲から入っていただいて、うちは校内作業もやっておりますので、校内作業をやりつつも、いずれドライバーやりたい、そんな目標がある方なんかもぜひ来ていただきたいですね。校内はですね、やはり弊社でお預かり商品をお預かりしておりますので、それの、品質管理だとか、出荷に向けての作業だったり、あと、コースごとに、物流の、仕分けなどをやっております。何がいいか、やっぱり何でも相談できる、逆にドライバーさんとかも相談してくれる、うちは校内作業員の校内管理の方をやっておりますので、その辺でもやっぱりみんなが言いやすい環境になってきたのかな。そうですね、昔はありましたけどね、今はあまりそういうのが好きな方が増えなくなったのも現状ですけども、やはりこれから若い人なんか増えていくと、そういう機会もどんどん設けていきたいなっていうのは思っております。やはり経験、未経験もちろん一番気になるところなんですけども、やはり今人柄を最重要視して見ておりますね。やっぱり会社の顔になっていただくわけですから、その辺でやっぱりしっかりした方で、これから一緒に仲間としてやっていけるのかな。あとも一番はやる気ですね。ドライバー求人サイトのドライバー。